おはようございます。茂木耕作美空研究所長で、今日は令和5年9月28、9、9か。8ですね。9月28日です。むせちゃった。ここのとこね、ずっとあかねさんのストーリーズの話をずっとしてたんですけど、まあっていうのは、あかねさん、サロン内にも書くこともあるし、外で結構アクティブになってる時は、そっちはそっちでもう全然、なんていうか、それだけで全然面白かったから、僕どっちでもなんか楽しく見てたんで、どっちでも、あかねファンとしてはですよ、どちらに投稿されていても基本好きなんですけど、なんか気にしてくださってたみたいで、モテ作サロン内に何らかレスとかするのもできればしたいというか、そういうふうに思ってくださってたんですね。あ、ユージンさん、おはようございます。で、なんか本当に久しぶりに今朝ね、あかねさんのすごい長文の投稿があって、 いや、なんかお帰りなさいっていう感じでさ、まあ、ここどんぐらいですかね。本当、まあ確かに久しぶりっちゃ久しぶりだったんだけど、まあでもゆきかさんが入ってきてさ、ゆきかさんのコーチング体験とかそれに参加されたりはしてたから、まあ2ヶ月ちょっとぐらいですかね、3ヶ月経ったか経ってないかぐらいで、まあちょっと久しぶりっちゃ久しぶりだったんですけど、いや、なんかご無沙汰してますみたいな感じで、えらいご丁寧に ご丁寧に書いてくださって、で、まあその間いろいろあったのはね、そのストーリーズにも上がってたから、まああったまんまのことを、まあ、サマリーしてっていう感じでしたけど、なんていうか、まあ、これ感慨深いにはちょっと当てはまらないかな、ニュアンスはちょっと違うかなとは思うんだけど、あかねさんお帰りなさいと、なんかこうみんなね、清水さんとか渋谷さんとか友人さんとか。あかねさんお帰りなさいと。で、これがまたそのお帰りなさいもさ、いつ帰ってきてもええんやでというね。いや、全然その長く空いたって全然気にしないし、まあ、帰ってきたら帰ってきたで、空いてようが、その頻繁に来てくれてようが、そこは何にも変わりないよというね、その感じのコメントがわーってきて、あかねさん愛されとるな と思ってさ、赤羽明さん、おはようございます。いや、川明さんにはぜひね、あかねさんの今朝のね投稿をぜひお読みいただきたいんですけど、なんていうか、まあ川さんは多分唯一 つい最近入られたんで、あかねさんがまあしばらくサロン内でのアクティビティ自体がちょっと止まってた時期に入られたんで、まあ同じね、善くんがオンラインスクール生で、まあ立場、なんていうか立て付けというか、こうモチベーション的には一緒だと思うんで、すごく話はこう分かりやすいというか共通するものがあると思うんですけど、まあ、ただその川さんところがね、実際その息子さんこうどんな感じか分からないけどさ、まあいつかは通る道じゃないですか、その善くんの話ってさ、まあ、あかねさんの親としての立場から見たら、いわゆる反抗期っていうやつですよね。まあでも、その、すごく身内の親子の関係で見たら、まあ子供がこう、まあ思ったよりも早く成長して、自我がすごく確立されて、自分で判断できるようになったからこそ、好きなものと嫌いなものができて、で、本当に納得できるかどうか、ちゃんと考えることに、なんていうか、まあ、その重要性に気づけるようになってくるっていうのが、まあ、いわゆる反抗期なんでしょうね。親に言われたからこうするっていうので、素直にそれが嫌でも何でもなかったし、それが、それで幸せだったっていう時期が、こう、小さい頃あるじゃないですか。だけど、まあ、どうやら親とは違う考え方とか価値観とか、世界の見え方とかがある
別な人間である自分っていうのがどうやらいるようであるっていう まあなんかそういうところにたどり着くのがさ、まあ一般的には中学生ぐらいからかなと思うんですけど、まあ、善くん異常に成長が早いんで、その 早すぎるだろうとは思いましたけど、まあでも、善ならそこに今ぐらいの時期に行っても全然ね、不思議じゃないよねっていう、まあそういう感じでさ、まあ、なんていうか、みんないつかは通る道とはいえ、あ、この時期来たんですかみたいな、そういう真っただ中にいたっていうことなんですね。で、だから、まあ、母さんもすでにそこは経験済みですよかもしれないし、まあ、これからなのかもしれないし、わかんないですけど、まあ、誰もが親子関係ある人だったらさ、まあ、自分と自分の親とかでもさ、かつてはなんかあったはずだしね。いや、なんかすごいこう、だけどさ、こう自分のこととして経験してる反抗期ってさ、自分の子供の反抗期でもそうだし、自分自身の反抗期でもそうだけど、まあどう考えてもやっぱり客観視できないから、他のご家庭の反抗期に向き合う親みたいなのって、めちゃくちゃこう、なんていうか、共有してもらえるのって貴重な機会だと思うんですよね。で、まあパッと見ちょっと距離離れてても分かるっちゃ分かることだけど、あそこまでこう茜さんがさ、こうすごくつぶさに共有してくれるっていう、あの具体性っていうか、あの感じってなかなか得難いことだなと思ったりしたんですよね。で、それでこうどう向き合うかなんてさ、まあもちろん親だって何が正解やんってもちろんないしね。どうしたらなんていうのか、苦しくないのかって言ったら、それは多分どうやったって苦しいんですよ 多分ね なんていうか、苦しいのは苦しいよね。なんていうか、まあ、ちょうどね、今ラグビーのワールドカップやってるから、ラグビーでいうところの、僕スクラムってさ、仲間同士で同じ方向にベクトルを向けてスクラムを組むっていうニュアンスで使うじゃないですか。あれっていいニュアンスですよね。なんかすごく頑張って物事を前に押し進めるみたいなニュアンスでスクラムを組んでって言いますけど、僕は親子関係におけるまあ、子供が反抗期になった時の、まあ、ガチンコでぶつかる状態って、俺あれまさにスクラムだと思ってて、なんていうの、親の保護下にあったはずの子供が、親とほぼ同等のね、まあ、同等とは言わないけども、まあまあ、あくまでまだ、経済的には保護下だし、だけど、一応、一個人の人間として、こう、自我が芽生えてさ、対等性を帯び始めるみたいな感じの時に、そのベクトル真逆の状態で真っ向勝負でぶつかるみたいな、でこうスクラムってさ まあ一方的に押し込まれるぐらいのこう状況なら、こう見た目には分かりやすいんですけど、あれってなんていうの、ガツンってぶつかって動かないことが、なんていうの、ラグビー上はさ 次の球を展開するための、拠点だからね。要するにこう次のパスを右か左かどういうふうに展開していくかとか、こう作戦がこう次々起こっていく展開の一番最初の拠点じゃないですか。だから動いてない、真っ向勝負でぶつかって、こうベクトル真逆で動かない状態が、まあ、いわゆる僕はスクラムっていう表現が一番こうそのまま示してることだと思うんだけど、あの状態なんじゃないかなと思ってるんだよね、俺はね。その親子関係で、その親と同じ方向を向いてた、今までは子供は常に。だから何て言うの、言うこと聞きなさいぐらいは言ったこともあって、言うこと聞かないぐらいのことはあって、それは反抗とは言わないじゃないですか、あんまりね。言われてることがよくわからねえですっていう、その 通じないみたいな話のレベルじゃなくてさ、もう言われるこ親が言ってることも明らかに分かってる、そういう価値観であることも長年こう一緒に過ごしてて理解してる、
でも俺は違うんだって言い始めるっていうこと、だから親とは違うベクトルの方向に確固たる意志で向かおうとし始めるっていう、まあそういうこと言ってると思うんですね。で、その親の立場からすれば反抗と受け止めるんだけど、まあ周りからその第三者側から見たら、森本家いいスクラム組んだろうなというね これちょっと無責任な言い方かな。いやでもなんか本当にね、俺はその善君のまあ持ってるエネルギーと、なんていうの、賢さとかさ、運動能力だけじゃないじゃないですか、こう自立心とか、まあなんだったら俺ってどうしたいんだみたいな、これってまあほぼね、その大人の世界で言ったら哲学じゃないですか。そういうところまですっげえ考えてる小学生なんですよね これはもうちょっとレベルが高すぎて大人も追いつけないレベルで、こう善君ってものすごいよく考えてるから、まあそれはそういうふうな環境を茜さんがそういうふうに作ってきたっていうことでもあるんだけど、まあ、それがゆえに、こう確固たる自我が本当に強く成長するから、まあその、なんていうか、茜さんの考えと良かれと思うことと、善がなんていうのかな、こうしたいがあればまだいいけど、どうしたいのかまだちょっとよく分かんねえけど、すげえ苦しいですみたいな状況の時に、まあぶつかるエネルギーたるやね、これあかりさん大変だったと思うんですけど いや、ただこのスクラムでガッツってぶつかってる状態の時って、全く物事動いてないのに一番エネルギーがこう凝縮されて、なんていうのかな、やってる本人たちは死ぬほど辛いわけよ だけど見てる方からしたら 一歩も動いてないんですけど っていうね だけど玄人は分かってるわけよ。そこから弾が出てどのように展開されるかの起点だから、一番重要なものだっていうのは、競技やってる人は分かってるみたいなさ、まあそういう世界だなと思うんだよね。いやだからなんかこの3ヶ月ぐらいかな、だから茜さんがこう動けねえってなって、動けねえって言いながら、こう茜さん個人としてはさ、こう自分がこうなすべきこと、やりたいこと、よかれと思って、こうカン君に対してはもうカン君のやりたいことどんどん伸ばしてみたいなことはさ、やりつつ、一方ではこう前からガッツンってぶつかってくるのをこう正面から受け止めなきゃいけないという これは ウイングとフォワードと 全部一人でやんなきゃいけないから。いや、これはしんどかったでしょうね。いや、もうその悪戦苦闘ぶりがさ、詰まってて、いや、なんて言うんだろうな、わかりやすいドラマで感動とかでもないし、感慨深いっていうほど全てが解決してるわけでもないし、なんとも表現しようないんだけど、いや、なんかすごいも文章を読んだなっていうね。まずはお帰りなさいっていう一言しか思いつかなかったですけど、僕はね。で、まあ、茜さんにはそれでいいのかもしれないけど、まあ、善くんには、僕はとりあえず、まあ、本人どう思ってるか、どう解釈してるか今わかんないけど、一言言いたいのはね、おめでとうですね。あ、ゆかさんおはようございます。昨日はありがとうございました。そう、善くんに一言言いたいのは、僕はなんだろうな、おめでとうですよ。しんどかったと思いますけど、よく頑張ったなぁと。まあこれ 800m 走り切るとかね、そのいろいろしんどい競技やってきたじゃないですか。だから善にとってこうしんどいものってあんまりもうないと思うんだよね。何でもやりゃできちゃう。努力すりゃいいんだったら、やりますよと。簡単でしょ、努力ぐらいみたいな。まあそういうレベルにいる、こう超ハイレベルな人だからさ、あんまり味わったことのない苦悩というか、その中に、まあ、まだいるのかもしれないですね。まだいるのかもしれないけど、ただまあ、一応一区切りではあるとするんだったら、僕はなんていうか、
第一チェックポイントを通過したっていうことに対してはね、僕はなんかおめでとうと言いたいですね。前回がやったぜと思ってるとは思えないんだけど、ただ俺の目から見ると、あ、よかったな、これよくぞやりきったねという感じですね。やりきったっつうのも違うのかな。まあだから何か成し遂げたとか、分かりやすいこう評価を受けたとか、そういうのとは全然違うじゃないですか。違うけど、これは何て言うか、善くんなりのまあ頑張った結果だと思うんだよ。その、いや、なんていうの。いや、なんていうか、こう、ルールが定まって、こうすれば得点である、こうすればタイムが出て、それがちゃんと客観的に誰からも評価されるとか、そういう分かりやすい競技はもう全くんクリアできちゃうんだよね、大体ね。だけど、そうじゃないもので、まあ、なんか、取り組まざるを得ないというか、取り組むとも違うかもしれないけど、そこを通り抜けない限りは次に行けないっていう時期があるとするとね、まあそれも一つの競技だとすると、いやなんかこう善くんの中では今までやったことのない、善くんのこう、俺はできるはずだが通用しない、 すごい難しい競技にこの3ヶ月間いたんだと思うんだけど、まあでも俺は第一チェックポイントを見事通過したってことだなと思いましてね。だから俺はおめで、それに対してはこうおめでとうだなと。で、まあもちろんね、その赤根さんと善くん両方ともさ、その決着しました、これですっきりこうめでたいですって両方ともなってないと思うけど、まあでもこうならない限りは次がないからねっていう、まあその一区切りではあるんだろうなと思ったんで。いや、まあだから、それは、ね、茜さんにはね、お疲れ様でしたと。お帰りなさいと。また、全然気にしないで、いつでも帰ってきてくださっていいですし、ロム線でも全然問題ないですし、なんだったら、必要ない時期には一切訪れなくても、何の音が、気にも留めなくて大丈夫だからねっていうのは言っときたいんだけど、まあ、ただ、帰ってきたら、いつでも、僕らこういう状態なんで、そこはもう信じてよって言いたいですよね。清水さんも 気にしんでいいんで、ええんやでって言ってましたから まあ、あれは本当に、でも本当にその通りなのよね。まあ、だから、実家じゃないけどさ、実家みたいなもんなんで、全然あいつ帰ってこねえなと言いながら、全然それでいいのよと。帰ってこないなら帰ってこないで、まあ、元気なんでしょうから、それでいいのよと。まあ、大変だから帰ってこないんだったら、それはそれでもいいのよと。ただもう本当にちょっと帰ろうかなと思って帰ってきたんだったら、もうそれはもういつでも何の、気にも留めずにね、ゆっくりしててくださいよっていうね。善 君におめでとうが言える、モンテサークさん奥深い。あ、そうですか。奥深い。まあね、そうだね。まあ僕らはそういう感じになりませんか？友人さんも多分あると思うんだよ。その高台君の時にね、壁に穴が開いたのをそのまま取っといてる友人さんだったら このニュアンス伝わるんじゃないかなと思うんですけど、いやなんかこう、なんていうの、当事者としてその真っただ中にいる時にはさ、とてもじゃないけど、おめでとうって言われたらもうなんだよそれって、まあなんだったらね、なるかもしれないけどさ。いや、ただ、その2、3年ぐらい経つとね、あの時の、あの瞬間の、あのあたりが区切りで、あそこに対してはちょっとおめでとうだなって、まあ、僕、個人が自分が反抗期だった、こう、30年ぐらい前の時とね、まあ、それ1回あるよね。あと、まあ、自分の子供が3人いて、まあ、上2人は一応通り過ぎてるから、まあ、それぞれありましたから、まあ、今考えると、あれ通り過ぎて本当良かったなぁと。あれないっていうのは逆にその なんていうの、もうやっと全くコピーのような自我だったらさ、反抗期は起きないんでしょうけど、価値観がそのまま同じだったらね、反抗という状態にはならないと思うけど、まあ、親からしたら逆にこう、親の未熟さに気づくことすらできなかったっていうね、
自分がね、俺はその子供に対してさ、自分が正しいなんて思ってないつもりだったけど、無意識にどっかでそういう接し方をしてたんでしょうね。で、まあそういうことに気づくこともできないからさ、やっぱり相手がガツンと返してこないとね、分かんないことがたくさんあったよなーってね、数年ぐらい経つと分かるじゃないですか。なんかその感じですよね。だから振り返ってちょっと距離を置くとおめでとうだなーっていう感じですよね。はい。まあでもとにかく、何はともあれよ、あかねさんお帰りなさいということでね。まあ反抗期って、みんな知ってるし、みんなどこかで自分自身だったり自分の子供だったりで経験したり、まあ少なくともそのご近所のこうお知り合いの中であの人がとかっていうのを見かけるぐらいのことあると思うんだけど、こうやってなんかそのちょっと客観的に距離を置いて、なおかつ踏み込んだなかなかの具体的なところまでを共有してもらえるっていうのは、これなかなかないことじゃないですか。で、これは本当に貴重なことだなと思うし、すごいこう示唆に富んだ話だなと思うんだよね。すごく。だからこれもあかねさんなりのね、育児学の一環として、まあ応用編としてはすごいレベル高すぎる感もあるんだけども、いやすごい貴重なね、コンテンツだなと思う。コンテンツっていうのもあれだけど、いやなんか本当に大事な記事だなと思いましたよね。はい。そして先に挨拶しようか。岡場明さんおはようございます。阿部由紀香さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。周平さんもね、あったかく茜さんをお迎えするお帰りなさいコメントを入れてくださって本当にありがとうございます。これね、なんていうか まあ茜さんもおっしゃってましたけど、まあ男親女親ってあんまりそのもうどっちだって関係ないんだとか、一人親でもやれる範囲でとかって、もちろんね、そうするしかないからそうなんだけど、まあ善くん面白いなと思うのは、やっぱりその家庭の外側に今の自分にとって必要な師匠を見つけるとか、今の自分にとって必要なサポートを見つけるとか、今の自分にとって必要な体当たりしても受け止めてくれる大人ですよね。まあ、それをこう何人も持ってるっていうのが、まあ彼の大人たるゆえんだと思うんだけど なんかそのそれがすごいよね。で、まあ周平さんなんか本当そのうちの一人だろうなと思いますけど。でも、そうだよね、やっぱり、そう、茜さんってさ、こう、すげえこう、距離はこう適切に取りつつも、まあ、優しいし、細やかだし、丁寧なんですよね。なんで、だけど、こう、善にとって今必要なのはさ、こう、理不尽にぶつかって、でお互い理不尽同士でぶつかって、なんでお前っつって ガッツンってやって まあだから本当スクラムの逆向きのベクトルでガッツンってぶつかるその手応えですよね。なんかそれを必要とする時期ってあんだと思うんだよね。俺はなんかそれを求めた感、自分で振り返るとやっぱ一時期あったよね。それはその男をやってくくるのも、まあ一概には言うのはあんまり今風じゃないのかもしれないけど、なんかこうガサツにさ ドカンってぶつかって跳ね返して、お前まだまだだみたいな、それをやり合って なんかこう自分の今の現時点のこう実力であるというか、自我の完成度というか、そういうのをすごく無性にぶつけ、乱暴にぶつけて、こう、硬さを確かめるみたいなさ、なんかそういう手応えを求めちゃう時に、
やっぱり丁寧だったり繊細だったり優しかったりっていうのはもう余計にそういうのじゃねえんだよみたいな感じになっちゃうっていうさ、 なんていうか、その あかねさんがこう 適切であればあるほど善はイライラしちゃうみたいなさ、これあると思うんだよな俺は。ちょっとね、どうでしょう、これ周平さんとかわかるかな、 なんか周平さんには伝わる気がするんですけど。いやでもなんか、まあ周平さんがね「おかえりなさい」って一言書いてたからそれでどうってわけじゃないんだけどさ、なんかこう俺とかユージンさんとかね、周平さんとか、まあ、いわゆる あかねさんのように細やかには考えていない人 くくっちゃってますけど勝手に まあなんかここでこっちでね、こっちにぶつかってくれば、あもう全然いいよそれでと。跳ね返しやんよみたいな、その なんかそっちで吸収するのがなんかね、いいのかなっていうのもちょっと感じたりしますけどね。うん、これはまあ周平さんの話と直接関係ないか ただなんか周平さんの親父像にちょっと俺はねそれを感じてるんですよね。細かいことを細々、丁寧には言語化しないんだけども、わかんだろっていう、背中はこう確かにそう見せてる。でも、細やかに配慮したり、適切な距離を取ったりみたいな、丁寧なことはちょっと違うよねっていうね。その辺、これだから周平さんの親父感っていうのは、俺善にすごい今ね、今の善にどっか外部でいいからあった方がいいんだろうなっていうね。まあそれがたまたま今回は花丸学習会の先生だったりとかするのかもしれないけど、なんかそういう外にも何人か適切な肉親ではないけど親父みたいなやつが いるのがこう善の強みだなと思ったりしたよね。まあちょっと周平さんの話とは直接関係ないけど、寺修子さんおはようございます。昨日はね、表参コンサルという建前でね、1時間いやもうちょい喋ったかな、本当にありがとうございました。表参コンサルというタイトルにすべき、これね、表参にコンサルっていう文脈で捉えるか、表参がコンサルをゆかさんにしてんのか、ちょっとよく分かんなかったんだけど途中から まあ、ゆかさんもこうセルフコーチングのトレーナーとしてプロでやってるからね、これはなんていうか、まあ、一応ねゆかさんなりにこの自分の今抱えてる状況をこう整理するためにっていうふうにおっしゃっていろいろ話してくださったんですけど、いやなんか本当に。まあ、ゆかさんいろいろこうね、発信されてる中でこれとあれとそれに取り組んでるのねと。まあだから、こう習慣化の問題、生活習慣の問題、まあビジネス上のもちろんね、セルフコーチングをこうどうやってより広げていくかっていう、まあマーケティングも含めた、まああるいはそのプログラムそのものをブラッシュアップするみたいなことも含めて、まあ発信されてる通りの話だったからね。で、あとは、陸上ではさ、マスターズに参加してこうちゃんと世界一狙うんだと、世界記録狙うんだというね、まあ、理解してる通りの話なんですよ。でそれを整理したいので、まあ、壁打ちっていうた、なんていうか入りではあったんだけど、まあ、冒頭こういうことなんですよってはいお話しくださったんですけど。それが、まあ、冒頭10分ぐらいですかね、10分ぐらいで話聞いて、そのめちゃくちゃ整理させて 整理したいって言いますけど、めちゃくちゃ綺麗なお部屋ですねっていうね、なんかその なんですか、だからミニマリストの、超絶美しいお部屋にご案内いただいて、なんていうの、いや、こんまりさんに片付けメソッドを頼んでるみたいな、これどこをどう片付けるんですかみたいな、その片付ける場所ないんですけど
これどういう状態っていうね、まあ、それくらいこう綺麗に整理されている話だなと、まあ、だから頭の中がこうちゃんと構造化されてるしさ、やるべきこと習慣化として、まあ、今現時点はここです。でよりこう高めていくにはこういうことが必要で、まあ、ここまではいついつまでに行きたいみたいなさ、まあ、そういうことを定めるご自身でセルフコーチングをかけるっていうのは、まあ、そういうことのプロだからね。まあ、当然っちゃ当然なのかもしれんけど、あい、いやなんかその、いやお見事っていうぐらいこう綺麗に整理させて これの どこを片付けたら、どこの片付けを僕はお手伝いしたらいいんでしょうかみたいなさ、いやなんか何もゴミも一つも落ちてないですし、すっごい綺麗に本棚整理されてるし、これの部屋、この綺麗なお部屋のどこのお掃除を視察いたします どこの整理を手伝ったらいいんでしょうかぐらいな感じだったんだけど、まあ、とはいえ、まあ、何らか向上心持って伸びしろがあって、登っていく過程にあるっていう時にはさ、何ですかね、整理じゃなくても、今のこう現時点の通過点において、まあ、給水ポイントとしてね、モテサッコンサル使ってくれたのかな ちょっと今現時点こういう状態なんですよ。わかりました。素晴らしいと思いますっていう、まあ、本当それだけなんだけど だからコンサルなのかなと。いや、だからこっちからしたらね、素晴らしいですねとしか言いようがないというか、いいお話聞かせていただいて、講話を聞いたような感じですよね。なんかただそうなんだけど、まあ僕からしたらさ、ありがたいお話聞いたな、素晴らしい生き方というか、あり方を示されておるなという あ、いってらっしゃいませ。はい、昨日は素晴らしい1時間、はい、こちらこそありがとうございます、本当に。はい、いってらっしゃいませ。まあそんな感じだったんで まあコンサル俺が受けてんのか、ゆかさんにコンサル俺がしてるのかっていうと、まあ傍から見たら、どう見ても俺がいいお話を聞かせてもらってるっていうね状態ではあったんですけど、ただこれ不思議なもんで、これそのはずなのにゆかさんは1時間終わって、本当に「おかげさまでこうなりました」みたいなことを、こういうふうに整理できましたと。あ、まだ整理の、まあ、だから100点じゃなかったんでしょうね、自分の中でね、お部屋の整理として。もう俺から見たらさ、こんな綺麗な部屋あるんですかって感じですけど、もっとここが綺麗になるはずと、もう一歩いけるはずっていう、100点じゃなくて、まあ、90点ぐらいなんだとしたら、1点ちゃんと丁寧に積み上げるっていうために、誰かに話すっていう、今現状ここまで整いました。ってことは次の1点上乗せするのはこれだなって、まあ、自分で気づくためには、まあ、誰かにとりあえず全部今の状況をわさっと受け取ってもらうみたいな、まあ、それが必要だったんでしょうね。まあ、そういう感じに聞こえましたけど、まあでもなんか僕は単純にめちゃくちゃ勉強になるし、ゆかさんはゆかさんでなんかすごく、あ、おかげですごい次一歩いけますわってなってたらしくて このなんていうかな、僕も不思議なんですけど、何を言ったわけじゃないし、僕どこの整理をお手伝いできたのか正直よくわからないんだけども、まあこれがまた不思議と他者貢献感が湧くっていうね、貢献できたんだなと、ゆかさんの何かしらに、目に見えないし明らかじゃないんだけど、これはどうやら間違いなく、ゆかさんの次の一歩に貢献できたのであるという実感はね、持てましたよね。それがなんか非常に、まあ、ゆかさんと話してると大体毎回そうなるんだけど、昨日のは本当に、まあ、お仕事のね、かなり具体的な話までシェアしてくださったんで、これも単純に、ここまで聞いたことなかったし、応援しやすくなったかな ゆかさんもね
それは良かったなと思いましたね。まあ、僕も勉強にもなったんだけど、お役に立てたんだなっていう感じのこう実感自体も結構あったんだよね。で、まあその1時間でお役に立つことももちろん大事っちゃ大事なんだけど、それ以上に、ああ、これはますます応援したい人であるなという感を強くしたというか、これが良かったよね。応援したい人がこう増えることが、俺はまあ、僕自身はね、まあ、そうでありたいなとは思うんだけど、やっぱそう思える対象は、まあ、そのうちの一人であることは間違いないんだけど、ゆかさんはね。なんだけど、より深く理解した時に、より深く具体的に応援できるわけ、その応援の余白っていうのか、それが見えると応援しやすいよね。ここに手を貸してほしいんだなっていうのが見えた時が一番、応援の余白がはっきり、僕の方ではっきりしないと応援できないからさっていうね、まあ、それがこう昨日の1時間ですごいはっきりしたかなと思いましたね。次だっけ、清水信之さん、おはようございます。あかりさんをお迎えするね、一言をいただいて本当にありがとうございます。山本健太さん、おはようございます。森本あかりさん、善くん、かんくん、おはようございます。善くん、おめでとう。そしてあかりさん、お帰りなさい。そしてかんくん、そのまま行けよと。 どこまでも。 そして砂塚森田さん、おはようございます。ということでね、今日も皆さんどなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあねー。